さあ、いよいよスーパーバンタム級トーナメント1回戦最後の戦いです。赤コーナーが佐々木純喜、青コーナーが内田翔です。放送席の武井選手、同門の佐々木選手、どう戦い見るんでしょう。いや、もうこの今回このトーナメントにかける思いを多分佐々木選手が一番強いと思うので、うん、まあ、あんまり気負わずにいければ、はい、いい試合を見せてくれると思います。なるほど、はい、さあ第1ラウンド始まりました。右足前の構えです。サウスポー、右のローキック放っていく佐々木、対する青いグローブが内田翔です。ここも中央取っています。まあ、マスターさん、本当こう一度で引退するんじゃないかみたいな言われ方もしてました。そうですね、佐々木選手が。佐々木選手のこのステップワーク、まさにこうパワーオブドリームの選手だなって感じですね。昔の武井君のステップワークを思い出しますね。マサさん、改めて教えてください。どういうところが。いや、もうバレリーナのようなステップですね。もう軽いステップからスイッチもしますね。そうですね。もう相手的絞りにくいですよね、これだけ動かれると。これ武井選手、やっぱりそのイズムがあるんですか、パワーオブドリームの。そうですね。で、こうやって動いてるといつでも攻撃が出せるんですよ。まあ、もちろん防御にもすぐ対応できるし、はい、こうやってすぐ蹴りも出せるし、うんうん、はい、この動きはパワーオブドリームです。思い出してね。思い出します。あ、いきなり右のストレート、これノーダウンか。いや、でも危ないタイミングでしたね、今の蹴りに対して右ストレートでしたね。マスターさん、狙ってますね、内田選手も。そうですね、やっぱりこうカウンターじゃないとこう捉えにくいですよね、これだけ動かれると。なるほど、ね、攻撃させないとというところですか。攻撃からやっぱ自分から捕まえるのってなかなか難しいんじゃないですかね。なるほど、左ハイキックです。しかも特にサウスポーですからね、佐々木選手は。左伸びましたね。先ほど平子さんからは武井選手が秘策の、授けたんじゃないかという話もありました。入れ替わります。まあ、でも平子さん、こう地方のジムから頂点へという夢がありますね、内田は。あ、音をオンにしていただいて、カフを上げていただいて、はい、かき回すんだけどね、あの自覚のもと今このリング立ってますから、うん、熱い試合見せてほしいですよね。はい、内田選手のあのハイキック伸びますね。思ったより蹴り伸びてきますね。こうスウェーで避けたと思っても当たってきますよ、伸び方は気をつけないと。武井選手、当然こう研究し尽くしてるでしょうからね、内田の方としても。そうですよね、もちろん、はい。あ、スイッチ見せました、内田の方も。左当たりそうですね、佐々木の。こう左のストレートとか。あ、ストレート、はい。それはどういうところでそういう感じですか。いや、さっきからも当たってはいるんですけど、はい、もう少ししっかり打てれば、うん、多分倒せるパンチで。ラウンド早々もマサオさんが左、あ、今も入りましたね、はい、伸びてくるという話ありました。今の距離だとまだちょっとパンチの距離遠いんで、徐々に縮まってるんですよね、うん、左が入る距離。なるほど、そこででも内田も左振ってきました、右を振ってきました、離れ際右。回って回って回って、コンパクトにまとめてこう。前蹴りです。ローキック返す内田、黒いトランクス、青いグローブが内田翔です。さあ、ここで第1ラウンド終了となりました。さあ、武井選手、同門の佐々木選手はどうだったでしょう。はい、そうですね、まあ、調子も良さそうなので、うん、まあ、この次のラウンドも今の動きからやっぱりこうどんどん攻撃出していけば倒せる場面も出てくると思うので、はい、今、まあ、古川会長や江川選手ついてますが、これ今誰がどういう指示をするんですか、パワーオブドリームで。パワーオブドリームはもう完全に古川会長の全部指示ですね。はい、こう指示の特徴みたいなのがあるんですか、古川さん。指示の特徴は、あの、僕あんまり試合中 の, せあのインターバルってあんまり記憶いなくて、すいません。あ、そういうもんですか。はい、僕はちょっと、はい、ハイになっちゃってるんで。なるほど、あんまり、はい。でも多分、まあ、佐々木選手は今落ち着いてると思うので、うん、はい、でこう江川 と,、まあ、と中島か、中島さんが多分ちゃんと指示出してるので。あ、なるほど、はい、あ、そうですね。さあ、一方の青コーナーの内田翔です。チームタイガーホーク所属です。まあ、クラッシュの前身にあたる全日本キックボクシング連盟ウェルター級王者だった船木会長のもと強くなってきました。東北から K1 の頂点へ。お、いいローキックですね、今のは。人狼でした。こうやっぱりなんか攻撃を当てていくってこと大事ですよね、内田選手は。確かに相手に触るっていうことが、うん、やっぱり空振りばっかりしてるとタイミング出てこないんで。うわー、沈んで左ストレートでした。いいね、
武井君、佐々木選手のパンチっていうのはどういう質ですか？速いですよ、本当に。対峙してても、はい、見にくくて、気づいたらもらってるっていう感じで、はい、この前も練習したんですけど、僕左もらいました。あの左ストレートちょっと変則ですもんね。そうですね、はい。それボクシングスパー、ボクシングスパーですね、はい。しかもスイッチするからやりにくいですよね、本当に。今まであんまりスイッチする感じじゃなかったんですけど、はい、新しい武器としてスイッチ入れてますね。コーナー、コーナー、だいぶなんかこうコーナー詰めて自分徐々に距離縮まってますよね。そうですね。ここ嫌ってまた距離取ります。もう同じ場所にとどまっていません。動き続けるのが足の位置も佐々木、それに対して右のミドルキックは内田翔です。インローキック、あの右のポンポンから左スルーとなってますよね。いかにあの左を当てられるかっていう。佐々木さんのあのジャブはすごい。うわっと2段の蹴り、あの前の手鬱陶しいですよね。嬉しかったです。はい、あの前の手が邪魔だからこそ左が当たるんですよね。お、目尻切れた。あ、ね、佐々木の目尻切れましたね。右の目尻のあたり、まあ出血が見えます。小さい傷だと思うんですけど。組まないよ、組まないよ。まあこれトーナメント考えると、ルナコさん、その怪我っていうのもつきものですもんね。そうですよね。血が止まらなければそこで止められてしまいますしね。ちょっと見にくくなりますよね、あそこは。うわ。ちょっと前の展開からちょっと荒くなってきたら焦ってますね、佐々木選手。切れたことによって。武井選手、そういうものも影響するんですね。そうですね、焦りますね、これは。しかもあの切れた場所がもうまぶたのところなんで、止められ危ない場所ですよ。なるほど。まあ傷は浅いと思う、はい、浅いと思うんですけど、まあ、当然戦いをこのまま進んでいくとそこに被弾する可能性も高くなってきます。まあ一番はあれですよね、見にくくなるっていうのが一番嫌ですよね。よく血が目に入るって言いますね。そうですね、はい。これマサオさん、どういう視界になるんですか？赤くなるものなんですか？見えなくなるんですか？ノリのように。どうなんでしょう、武井選手。僕はあんま切れたことないんで。失礼しました、ヨウ君。昔1回だけしか切れたことない。なるほど。でもただ、あのメンタル的にはすごい。焦りますよね、やっぱり。焦りますね。やっぱ場所が悪いんで。なるほど。やっぱりボクシング出身の選手だから、あそこはまずいっていうことは分かってますよ。トビザそうですよね。佐々木選手は近い距離危ないですね、さっきから。うん、これ裏を返すと正人さん、内田選手にチャンスがあるってことですよね。まあ、そうですね、やっぱ近くなってくるんで、バンさん内田選手の攻撃が当たる可能性ありますよね。そうですね。まあでも佐々木選手も近い距離ということはやっぱ左ストレート当てたいんでしょうね。なるほど。まあ、今日放送席には K1 のチャンピオンからボクシングに転向された大橋ジムの武井良樹選手をお迎えしてますが、武井選手、はい、佐々木選手はボクシングからこうキックボクシングに来たわけじゃないですか。そうですね。そう、何を大変だったんですか、はい、最初は。やっぱり最初はあの佐々木さん結構蹴りの対処がすごいあの大変だったみたいで、やっぱりローだったりハイキックだったり、はい、その反応がやっぱり最初は悪かったですね。でももう最近は全然もうそこに対して全然、うん、はい、大丈夫なので。やっぱりボクシングとキックボクシングって似てるようで全く別物なんですよね。やっぱりあのキックからボクシングに行く方がどっちかといったらスムーズだと思うんですよ。ボクシングからキックって本当に距離が全く違うんで。そうか、なるほど。さあ最終の第3ラウンド始まりました。でも平子さん、はい、久村選手の戦い以外は最終ラウンドまで来てますね。そうですね。先ほどお二人がおっしゃってたステップワークと佐々木選手のバックボーンのボクシングってちょっと相性良さそうですよ、ね、なんか似かせそうな、まあ、やっぱりあれだけ足使うといいと思うんですよね。さあセコンドからはそれですね、佐々木さんの。ちょっとこのラウンドになるとまた動きが軽やかになったですね、うん、佐々木。その右の前尻のあたり、左フックが襲ってきます。2段の蹴りも出してくる。やっぱあれなんですかね、試合中のもっとステップ使えとかっていうアドバイス出るんですかね。出ますね、うん。やっぱこの3ラウンドになってあの佐々木選手動きが良くなりましたね。またスイッチから前蹴り、前蹴り顔面だ。いいタイミングでしたね。今最後フックバックステップ、最初のバックステップで逃れて右のミドルキックです。内田一つ入れた。アッパーだ、右のフック。今ストレートかと思いきやアッパーですね。うわ、しかし内田も食い下がる。はい、
ちょっと左狙いすぎちゃってますね。うん、マサさん、でも内田選手もこうチャンス本当かかってますね。かかってますね。ちょっとカウンターっぽいパンチも合わせようとしているような感じしますね。左にローキック、しかし逆にジャブで一つ下げさせたのが佐々木の方です。赤いグローブ、左フック、右のかぶせていくパンチ、口の中だいぶ切れたな。これ今注意です、ホールディングの注意、口の中切ってるのが内田翔の方です。青いグローブ、左を思いっきり振ってきた。でもあれですね、武井君、佐々木選手の左の使い方って何種類かありますね。そうですね、角度が全部違いますね。違うね、はい、あれ結構やりにくいかもしれないですね、相手から。そうですね、はい、ああやってやられるといろんな軌道とかタイミングで来るってことです、はい、反応しにくいです。前蹴り、今内田選手のセコンドからは合わせられるよという声が聞こえてきます。やっぱり元ボクサーだけあってこう手の使い方が器用ですよね。いろんなパンチ持ってますね。同じように見えるけど実はこう微妙に角度が違 う。面白いですね。ここでも平子さん、例えば空手の選手もムエタイの選手もこう出身のスポーツとか強みが分かるっていうのは面白いですね、はい、そうですね。だからあれだけパンチが多彩だとさっきみたいな前蹴りなんかもね、はあ、そーっと入ったりして、やっぱパンチに照準は絞ってるでしょうから、うん、変則的なとこから出てくるとちょっと今日疲れますよね。さあ試合再開されました。ハイキックなんとかガードはしていました。佐々木、武井選手どうですか。いやそうですね、その左で大振りして空振ったとこやっぱ狙われてますよね、はあはあ、右手のアッパーも多分見えてないと思いますよ。このようにストレートでした。そう出せるように右のフックです。前に出ます佐々木、ワッとジャンプしたところ狙い撃ち。さあここで最終第3ラウンドが終了、判定となります。武井選手どうだったんでしょう。判定の結果の予想は別に置いておいて、はい、まあ、そうですね、もう佐々木選手もちょっともっといい動きできてたので、うん、練習中では、まあ、もう少し、はい、いけだったと思います。さあ判定結果をお知らせいたします。最後準決勝に進むのはジャッジ豊永30対29、青内田、一人目内田、ジャッジ水谷30対30、ドロー、二人目ドロー、ジャッジ箱崎30対30、ドロー。うわ、以上判定第1試合から延長ですか。ですか、なかなかきついですね。でも1人目、1人は内田選手をつけたんですね。そうですね、うん、さあ武井良樹選手、まあ、本当にセコンドにつきたいぐらいの気分かもしれませんが、すごいめちゃめちゃ声出したいです。武井君だったらどんなアドバイスしますか。いや、さっきからもう左バック大振りで打っちゃってるので、もっといろんな散らし方があるんで、佐々木選手にはそれ散らしながら当てれると思うので、それを多分今古川会長は多分言ってるはずですね、うん、はい、怒ってます。怒ってる、はい、よくわかる。あ、確かに怒ってかなり怒ってるの で、ね、で佐々木選手一回冷静になって、うん、ボクシングで の試合 もう30センチ近くやられてるので、それもかなりベテランなので冷静に戦えるはずなので、はい、うん、もう1回落ち着いてもらいたいですね。そうですね。いやでも平子さん、1試合目から削り合いというかダメージありますよね。そうですね、やっぱり佐々木選手1ラウンド目で見てたようなステップはちょっと後半見られなくはなってきてますよね。直線的な動きにちょっとなってきたというか、うん、さあ両セコンド両陣営がどんな策を授けたか。さあ最終の戦いになります。これが延長戦です。エキストララウンド、うわ、ミドルに対して右のジャブです。右のフック、先ほどセコンドの指示を聞いてこうニヤッと笑ったのが青いグローブの内田翔でした。前蹴り、前に出ます。改めて武井選手、何が大切になりますか、佐々木側からすると。そうですね、もうだから狙いすぎないでほしいです、うんうん、もっと良さが出せるはずなので、
自分の距離でアッパーから入る、はい、倒そうとしすぎですね。ああそうですか、はい、これまた延長戦っていうのがねそういう気持ちにさせるんでしょうかね。そうですね、ただスタミナとかは大丈夫だと思う。右右に変わります。でもトーナメントの1回戦からこう延長になるとこうちょっと気持ちの面で嫌ですよね。そうですよ、そっか、この後久村ですもんね。ですよね。さあコーナーに詰めていこうという圧力をかけています。赤いグローブの佐々木純喜、パワーブドリーム所属です。北海道旭川出身、一方宮城県柴田郡柴田町出身の内田翔、今も宮城仙台で腕を磨きます。スイッチして左ミドル、このまた左足前になります。また右足前、ストレート当たらない。右のショートフックボディーだ。今いいボディーでしたね。こうパンチを打つと内田が中に入ってくるんで、そこをボディーで今中に入らせないようにしましたね。これ嫌って距離を取ります。ナイス、左フック、左フックカウンター出しましたね、はい、もっと蹴っていけばいいんですよ。こうやって蹴りが欲しいですか。前蹴りでもそこに返してくるのが内田。ああ変則的に右のパンチでした。さあバックブローもガードしています内田。さあ残りが30秒、口の中切っています内田。そして前尻左ボディストレート、ミドルキック返してくる内田。うーんこれは難しい。右のストレート、おっと一瞬膝が落ちたか。インドキック、右のストレート、右入った、内田入れてますね。右入りましたね。さあ残り時間ほとんどありません。うーっと延長ラウンドも終了となりました。武井選手、はい、なかなか厳しいこう終盤でしたかね。そうですね、あんまり印象が最後は良くなかったかもしれないですね。まあ、でも延長最初の前半は取れてるとは思うんですけど、はい、お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。難しい延長戦、ジャッジ豊永10対9、赤佐々木、一人目佐々木、ジャッジ水谷10対9、赤佐々木、ジャッジ白崎10対9、赤佐々木、以上判定3対2をもちまして、やはりパンチでした佐々木純喜、最後の最後延長ラウンドを制して苦しみながらも準決勝進出を決めました。さあ武井選手、今正直な気持ちどうでしょうか。いやちょっと…もうちょっといい動きできるはずなので、ちょ準決勝これじゃ勝てないと思うので、はい、今武井選手首ちょっと振ってましたもん、ね、はい、もうちょっと期待してたので、はい、なるほど。さあ戦いが終了となりました。これで準決勝第2試合は久村対佐々木となっています。